はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。環境メタデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんルーンというデッキご存知ですよね。今遊戯王マスターデュエルを席巻していると言われている、デッキなんですけれども、まあ私もね動画何本か出させていただきまして、コメント欄を読みました。あ、動画の、誹謗中傷および否定的なコメントが異常に多いと。これデッキすげえ嫌われてません？このデッキめちゃくちゃ嫌われてるんですけど、なんかメタってくださいっていう意見めちゃくちゃ多いんですよね。やっぱそのマスターデュエルのシングル戦っていう都合上、やっぱあれなのかな、このメタれにくいっていうのもあって、このデッキがちょっとうざいっていうのはあんだろうね。ちなみに僕は好きですよ、ルーンデッキ。こういうなんかクソみたいな、なんかギミックのデッキめっちゃ好きなんで、まあ、僕は大好きなんですけども、あちらに使われるのは嫌いです。はい、自分が使うのは好きですけど使われるのは嫌いです。はい、当たり前に、まあ、これが遊戯王なんでね、まあ、遊戯王の真髄、相手が使うのはうぜえけど自分が使うと楽しい、これが遊戯王なんですけども、まあ、今回このルーンデッキを、なんとかしてメタっていただきたいという意見がありましてですね、まあ、メタるのはいくつか候補ありましてね、まあ、普通にねどんなデッキにも入るカードであれば、まあ、コズミックサイクロンとかで泉を飛ばしてあげたりね、するのが一番、まあ、簡単かなと思ってるのと、あと、まあ、ツインツイスターとかハーブの羽ぼうき入れて、フギンの効果で肩代わりされるのにチェーンしてね、なんかその2枚重ねでツインツイスターとかを2枚重ねで打っていったり、それから相手の、まあ、フギンの効果をなんかその無効にした上で、相手の、まあ、バックを破壊したりとかっていろんな突破方法はありますし、あとデスピアであればマスカレードを2体出したりとかするとすげえ積むらしいんですよ、相手は。なので、まあ、そういう動きをしていくと結構、まあ、メタれればメタれるんですよ、簡単に。なんですけども今日使っていきたいカードは、こちらですね。はい、闇のデッキ破壊ウイルス。これランク前やってれば、まあ、打たれた人もいるんじゃないかなと思うんですけども、このカードがですねかなりね発動できるとクソゲーをかますことができまして、ルーンって基本的にはその魔法カードで、まあ、動かしていくテーマになってるんですけども、このカードどういう効果かっていうと、フィールド上の攻撃力が2500以上の闇属性モンスターをリリースすると、なんか魔法化トラップを宣言して、そのカードを相手のフィールドと手札から全部破壊するとでさらに3ターンの間にドローしたカードも確認してさらに破壊するということで、相手はもうルーン魔法を一切打ってなくなるんですね、このカードを発動してしまえば、発動できれば。ということでこのカードを発動すべく、私は、今回診断で登場したラビレンスデッキを使って発動していこうと思ってます。まあ、白金の城のラビレンスっていうモンスターがですね、これラビレンスウェルカムトラップから出てこれて、でしかもこれ2500以上であると。でさらに、まあ、天国のちょっと今回1枚しか入ってないんですけど、枠の都合上で、まあ、これ2500以上の闇属性なんで、まあ、これも、まあ、コストにできるということで、まあ、これのモンスターをコストにして闇の敵がウイルスを打っていくと。はい、まあ、ウイルスを打つっていう段階でちょっと、まあ、ご時世的に NG みたいな話あるんですけども、まあ、これちょっとご容赦いただきたいと思ってますで、これだけだとちょっと弱いので、永続トラップでメタれるカードありましたね。ルーンって結局カードを除外しないと発動ができないですね、上の方の効果は。エクストラデッキが出てくるモンスターの効果の方は使えますけども、除外しないと上の方の効果適用できないので、この、ね、王宮の鉄壁っていうカードがめちゃくちゃ強いですね。このカードが魔法トラップゾーンに存在する限りお互いにカードを除外できないっていう効果がありまして、このカードを発動しておくと相手は、このルーン速攻魔法の上の効果を適用できません。はい、まあ、一応破壊のルーンっていう魔法トラップカードを破壊するールーン魔法があるんで、これだけ注意なんですけど、これをなんとかして何かに打たせた、そこにチェーンして大きな鉄壁打てばもう勝ち。はい、まあ、これをちょっとやっていきたいと思ってますね。だからこの今回はこの闇のデッキ破壊ウイルスと、大きな鉄壁で二重で相手のギミックをぶち壊していくっていう、まあ、そういうデッキですね。はい、でこの通常トラップカードはねリリースとかで一応セットできますし、あと、このストービーとシャンドラが手札からなんか1枚ぶん投げて、ウェルカムトラップカードセットできるっていう、ウェルカムマジックトラップカードセットできるっていう効果なんだけど、これがバックジャックとかの相性が良くて、バックジャックはねデッキトップを3枚見て順番入れ替えて、相手ターンでトップめくってトラップだったらセットできて、でしかもそのターンに使えるって効果があるから、まあ、これでデッキ破壊のウイルスとかウェルカムとかを、まあ、サポートしてあげて、まあ、一応この辺のカードでそのコンボパーツをかき集めていくみたいなイメージですね。はい、これをね今日はこれをとにかくこれを決めていきたいと思ってますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ルーンどんだけ嫌われてんだよ、全然ルーン当たんなくなってきたぞ
メタルすぎて心折れたんじゃねえか、ルーン使い。知らんけど、これさよく、あのあれですよね、あの、まあ、僕はちなみにルーン結構好きです、はい、あの僕あのクソデッキ結構好きじゃないですか。だからあのああいうなんかあの相手がなんかそのヒヒ言ってるなんか顔を想像できるデッキ結構好きなんですけど、まあ、やられたらうざいですけどね。ちなみに、はい、もちろん遊戯王の神髄っていうのはですね、あの自分が使ったらただもう闇のデッキやがった、これ闇デッキですわ。これ結局ですね、あの遊戯王っていうのはもう自分が使ったらあの楽しいけど、相手に使われるとクソっていうデッキがめっちゃ多いからもう諦めてくれ。これに関しては自分が使ったら楽しいんだよ、このそういうデッキやな。はい、ウェルカムラビリンスをセットしていくと、まあ、ちょっとアリアンダがね、引けてないときはこうするしかないという話ですね。はい、でまあ一応裏は食らいませんが、まあ、この後のウェルカムラビリンスに裏は食らうという話はある。で、相手、これ何もなんか誘発なさそうですけど、これルーンであれ。ルーンであれ。さあ来い。かかって来い。闇で刺さらしてくれ。頼む。来い。一回のウェルカムラビリンスだけは撃つ。ウェルカムラビリンスを撃っておくことによって、まあ、一応闇デッキのコストが用意できますの。ルーンだ！来たー来たー、いやもうこれ、発動してええやろ。これ、破壊のルーンだけマジでやめて。破壊のルーンここに遅延されるっていうね、ガチでやばいこと起きるときあるから、これ本当にそれだけやめて。それだけマジで。それがなかったら大丈夫だから。頼む。イテツコはいいや、イテツコはいい、イテツコはまあいい、イテツコはいい。いやほんと破壊のルーンとかいうカード速攻魔法ならマジ厄介なんだよな。結構ね、あのこの大きいの鉄壁 に破壊って言われると意外ときついので、はい、きつくはないけどまあめんどくさいので、はい。ちなみにあの普通にね、戦う場合は別にね、あのこんなカード入れなくていいですよ。あの大きな鉄壁とかね、あのコズミックサイクロンとかツインツイスターとかそういうなんかバック除去をちょっと多めに入れておけば、まあ、一応このフギンが破壊耐性付与できるんですけど、フィールドのカードになんですけども、まあ、このデッキであればドラゴンパニッシュメントであのチェーンしてなんかそのモンスターも破壊しちゃうっていう動きもできますし、一応コズミックサイクロンとかツインツイスターとか重ね引きしてる場合はツインツイスターでなんかフギン出してくるチェーンコズミックみたいな感じであのできるんで、まあ、いろいろね、はい、できるんですけども、はい、でフギンの効果を発動して泉を持ってくると、いいでしょう。さあ次元障壁とかいう最強のカードが適用されてしまったぞ。大丈夫か。相手のデッキは永続型であることを祈っています。召喚獣型とかだと逆にモンスターが強すぎてなんかワンチャン負けるみたいなところだよね、うん、闇デッキは慎重に打ちましょう。慎重にここで持ってきたところでしょ。ここやいけーうわーウィル発射ご時世的にまずいやつ、やばい。月どれ、スキドレ午前ドラグマ、うわ強いな。なるほど、スキドレ午前ドラグマ OK、 いいでしょう。よし、とりあえずでも魔法カードすべて剥がした。よし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 あとは永続トラップカードを攻略するだけや。3ターンしか効力がねえからこの間に盤面を作っていくしかねえ。さあいいぞ。スキルドレインはちょっとめんどくさいんでスキルドレイン割りましょう。どれがスキルドレインか知らんけど、スキルドレイン、まあ、とりあえず1回これ多分まあアリアンナ召喚したらスキルドレ開いてくれるよ多分。さすがにちょヌトスのね、破壊がちょっとだけ遅いのでタイムラグあるんで、まあ、スキルドレを直接破壊することはできないんですけども、スキルドレを破壊することはできます。自身を、はい、スキルドレインいいでしょう。とりあえずですねスキルドレインはまあ1回今食らいますと。でアリアンナが無効にされましたが、一旦ドラゴンパニシメントを放ち、モンスターを放すことによってウェルカムラビレスをもう一回セットする動きができると。でまずこれフギンはもうなんかモンスター効果無効になってるからあんま関係なくて、で除外できないのでなんか破壊耐性も今実質スキルドレインで無効化されてるみたいなのがあります、ね、まあまあ関係ないです。今あんま関係なくて、でヌトス砲発射で、フギンの効果で戻る、でヌトス砲を、チェーン1で発動し、でスキルドレインは1回割りましょう。はい、この永続トラップが一番めんどくさいんでね。で、ウェルカムラビレンスをセット。よし、これで次のターンまた白金の城のラビレンスちゃんを出すことができる。父デカ姉さんを出すことができる。よし、まあゆっくり行こうじゃねえか。あとは午前試合とあれな、ドラグマパンチメント、午前ドラグマ
でバトルフェーズ入る。ゴー、いけ。さあどうする、さあどうする。ドラグマ打つか。ドラグマってこれヌトソウ発射されるのめんどくせえな。まあ、王宮の鉄壁は最悪まあどうしようもないので破壊されるのはまあいいでしょうと、まあ、ただ結局魔法カードだったら破壊されるから。なんでかっていうと闇のデッキ破壊ウイルスが適用されているからね。魔法引け、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 はい。悔しいでしょうね。であとはもうあのセットカード午前試合やからガチでどうでもよくて、午前試合とかいうカードガチでどうでもいいから、これで、あ、違う、午前と群雄割拠は刺さりません。ダブルです。はい、あ、結構群雄割拠はあのデスピアとかには刺さりますけどね。結構まあ最近デスピアもコズミックサイクロンとかツインツイスター積んでること多いんで、ルーン対策で。なんで割とね今ね、逆に今ルーンが流行りすぎてルーンメタが回ってるから今ルーン逆にきついと思う。もはやもはやね。ちなみに今のねこのタイミングでねバックジャケの効果使うとね、なんかね除外して発動になっちゃうからね、これ気をつけた方がいいよ。でもう即座に発動されるから。で、ウェルカムラビレンスをセット。でさらに、バックジャックの効果、墓地を受けた場合の効果を先に発動しないと意味ないの でトラップカードをセット。オッケーオッケー、強い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 、いいぞいいぞいいぞ。でバックジャックの効果によって強制脱出装置をセットしながらデッキトップに置いた合金を次のデッキトップのドローでドローするという最強ムーブ。よーし、来た、うまい、うますぎムーブ。さあ2ターン目だ。さあお前は魔法カードを一生引いて魔法カードを一生破壊され続けろ。クソゲーだな。やっぱでもね、あの正直言っていいですか、正直ね闇デッキまでしなくてもねメタれんですよ。別にメタれるんですけど、永続やっぱ強いんで、永続型はルーンがね、永続型とあと何タイプあるんだろうな、召喚獣型、メスリ型と、まあ、マゴシン型等々いろいろあるんですけども、ルーンって本当にいろいろデッキ構築できるからさ。はい、で父がでかい、父とケツがでかい、お姉さん来た。で強制脱出装置を打っていこう。はい、一瞬さ、こっちからこっち先打ってたな。絶望の闇のデッキ破壊ウイルス延長戦。やりすぎだろこれ。これやりすぎだろ。これ重ね掛けしていこうぜ。で強制脱出装置を発動して、アリアンナを戻す。でそうするといろいろ効果発動するんだけども、まずだってシャンドラ戻ってくる効果も発動するし、白金の城のラビュラスの効果も発動するし、いろんなカードが発動すると。はい、で、はい。相手よく心折れねえな。相手よく心折れねえじゃん。やるな、おい、まだやんのか。闇のデッキ破壊ウイルスもう一回撃つぞ。2回目撃ってやるぞ、ほら。おわー、よくないですね。ルーンとかいうゴミデッキを使って初心者を乱獲狩りするのはよくないですよ。僕が分からして差し上げますからね。これがファンサービスですわ。これがルーンデッキに対するファンサービス。どうやら理解しようだな。そうだ、これが遊戯王マスターデュエルよ。闇デッキ来すぎ笑った。闇デッキ来すぎ笑った。闇デッキどんだけ吸い付く。闇デッキとかやりすぎなんだよな、どう考えても。ちなみにね、あのね、結構ね、あの永続型以外にもね多いんでね、なんかね永続型以外にもなんかその広く見てなんかいろいろあの見た、あのやった方がいいですね。はい、結構展開系のルーンもいるので、なんか魔法カードだけではないみたいなとこあるんだけど、ただまあでも逆にあれか、あの展開型だと逆に闇のデッキ破壊のがめっちゃ刺さるのか。魔法カードしか入ってないか、ほとんど展開型のねカードだとデッキだとね、意外とね、あの永続型の方がメタリにくいのか分からん。まあでも言うてね、こっちもねドラゴンパニッシュメントとかいっぱいあるから、なんかあれデーモングリッチとかあるから、割とその後ろ割るのは結構得意だけど。はい、で不正カードが3枚ということで、ラビルスストービーの効果を発動して、ちょっと破壊のルーンがめんどくさいんですよね。一番めんどくさいんで、ここでエンドフェーズにラビリンスセットして、で一応闇のデッキ破壊はなんとかして守っていきたいといった所存。大きいの鉄壁も来た、強い、これはハンドがなかなか強い、おハンドがお強い。
まあ、一回リリスかな、リリス召喚でリリスで一回ぶん殴るのが正解かな。ちょっと一回バトルフェーズ入ってまいりまして、まあちょっとヌトスコートが打たしたいんですけど、なんかあもしあれば入ってればね、まあ、スキドレとかそういうのあれば、まあ、スキドレはあんまりあれですけど、なんでも関係ないですけど、今ドラゴンパンシメントあるからなんか割れそう、わかんないけど。でリリース効果発動します。で自分リリースします。でデッキから通常トラップカードを3枚見せて、その中から1枚セットしますと、まあ、ベルカムラビデンスもう社会沙汰あれだから、ベルカムラビデンスか、まあ、闇のデッキ破壊かな、これは、まあ、これこうですね、はい、一応破壊されるかもしれないので、破壊のルーンとかで、なので、まあ、2枚目を置いといてですね、まあ、ここでなんか頑張りましょう、はい。で、ウェルカムラビデンス2枚目きた、OK。じゃあ、まあ大丈夫かな、多分。これ闇のデッキ破壊を破壊されなければ、極捨してるんで、ね、こっち極捨してるんで、さすがに、あれでしょう、読み切れんでしょう、癖カード。はい、破壊どれあった、やばい、どれだ、破壊するのは。破壊どれ、あー、まあまあまあ、ウェルカムラビデンスね、OK。まあ、それはまあ、あんま関係ないですね、このウェルカムラビデンスは。どうせ、初手でウェルカムラビデンスセットしてるんで、あんま関係なくて。イテツク呪い、あ、オッケーオッケーオッケー。で、エクストラモンスターゾーンにルーンを特殊召喚するという効果、まあ、これはいい、まあ多分フギンなんだろうな。まあこのフギンも結局ドラゴンパンチメントでしょれるんで、フギンは自分を破壊される場合は破壊身代わりにできないですし、まあ、そもそも大きな鉄壁開いちゃえばまあ大丈夫なんですけども、はい。で合金と金剣を吹き飛んでいく。これ合金とさ金剣じゃなくて、これあれかな、どうせエクストラデッキ結構なんかドラゴンパッションとかで使うし、言うて展開しないから命削りとかでいいかもしれないね。これ命削りとなんか合金とかでいいかもしれん。ちょっと変えるわ、この後はなんか合金よりもなんか命削りの方が3枚ドローデッキ強いわ、多分体感。はい、ドローストーツちょっと若干変更。はいはい、でいっぱいドローしましょう、いいでしょう、いっぱいドローして強そうですね。で無人の効果で1000ライフを回復するのはいいよくて、いいでしょう。ウェルカムラブリンス、迷宮のお城へようこそ。とりあえずここは通ると、よし、まずは城がない、お、かわいい、父でかで、ここからですね、闇のデッキ破壊ウイルスを打っていくタイミングっていうのを見計らっていきたい。まあ、破壊のルーンとかあるかもしれないんで、その辺ちょっとねチェーンとかをねしていきたいんですよね。できればこっちから動いていくのはちょっと若干損。たぶらかし、なるほど、たぶらかしね、オッケー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 。たぶらかしからのセット、はい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 、あ、もうそれで終わり、お、マジそれで終わっていただけるとありがたいな。あー、なるほど、なんだそれは、あー、破壊のルーン、ここで打ってくれたのであればありがてえな、ここで打ってくれたのはありがたい。ですね、ドラゴンパンチメント打ちます。でモンスターを破壊します。でヌトソを発射しますと、でさらに何かそこもない、 OK、 ないないとない、了解で、ヌトス砲を発射ヌトス砲、ヌトス砲っていうのが響きいいよね。はい、まあ、でもゲームからカードは除外されてしまう、まあいいだろう、まあ、それはまあ別にいい、そんなに関係ない、3枚があったら別にいい。でイズミック効果はいいだろう、でイズミック効果でこれチェーン順的にヌトスでも破壊できるんだけど、これね、ちなみに、はい。で、いっぱい効果発動しますということで、まずはヌトス砲を発射する、これがチェーン1。それから、対象はですね、これ破壊、どうせ破壊できるんで、関係なくて、これ永続1を破壊しますか、スキルドレイとかもしれないですね、これね。でですね、ストービーの効果を発動します。でストービーが帰ってきます、フィールド上に、まあ、こっちから先でいいか。ラビリンスの効果発動します。でこれは、フィールドカードを破壊しますという効果、さらにストービーの効果で戻ってきます。で、ウェルカムラビリンスの効果で墓地からセットし直すことができますと、さあいろいろいっぱいいっぱい効果発動するぞ。でその効果が遅延終わった後に闇の敵破壊ウイルスを打って、なんと後ろ側の城のラビリンスをリリースすることにより相手の魔法カードを全て破壊していく。さあどうする、おっと、おいおい
鬼強い。全部なくなるやこれ。でこれ抜けそうでしょ。パーン。神神。クソ強いじゃんこのデッキ。最強か。さあルーンと当たりにくくなってきてます。ぶっちゃけこのゲームルーンが多分ねメタられすぎて環境に多分そういう意味合いなんだろうね。名推理だ。これルーンかもしれん。ルーンかもしれん。ルーンかもしれん。ちょっと待って、これデビルフランケン出てくるとやばいから、これ一応2って言うわ。デビルフランケンを2と言っていく。で、穂先、はい。あ、ルーンですね。これ来ましたね。来ました。いや、でこれで多分ね、結構ね、ルーンやめいなくなってきて、なんか、メタられすぎてなんかちょっと、ルーン使うのなんか、もう無理だなってなってるかもしれない、みんな。心折れてる説はある。今、マスターデュレミンが全員が全員、ルーンをメタろうとしてるからさ。ルーン以外のデッキを使って、なのでルーンの肩身が狭いっていうなんか嫌われすぎて環境メタがめっちゃ回ってる。そんなカード入ってんの？嘘。嘘。無理なんだけど。え、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ無理じゃねえ。ルーンメタろうとしたらメタられたんだけど、マジ。いや、ルーンメタメタルーンってこれ。ちょっと待って、これだって俺トラップカードデッキなんだもん。無理なんだけど。ああ、やばいやばい、やべえ。けどいや本当にトラップで展開していくデッキなので、こちら無理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 、あのハゲ取っ払いないもん。何このルーンメタメタルーン、聞いたことねえよ。ルーンメタメタルーンってなんだよ。デッキなくなったんだけど。おい、どうなってんだこれ。俺はルーンをメタっていたはずだぞ。俺はルーンをメタっていたはずだ。なんで俺がメタられているんだ。やばいことが起きてる。うっそー。